ご視聴ありがとうございます。つーちゃんです。このチャンネルでは、社会福祉士など福祉系資格の取得に向けたコンテンツを発信いたします。この動画だけで独学で合格できるレベルの内容をお送りいたしますので、ぜひご覧になってください。はい。三福祉士資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。社会福祉士資格合格講座。 えー、今日はですね、試験直前特集ということで、品質、時事問題についてやっていきたいと思います。えー、試験直前特集、品質、時事問題です、えー。社会福祉試験では、時事問題は毎年出題されます、えー。近年ですね、日本の社会福祉情勢はどんどん変化しています。試験でも注目の時事問題は、まあ、必ず出されると思いますので、今回整理をしています。 聞き流しながら聞きで OK ですので、試験対策としてがっちり覚えて、品質、時事問題を理解してくださいね。それでは行きましょう、えー。試験直前特集、品質、時事問題のリストです。えー、本日ですね、えー、この1から5番まで、えー、犯罪被害者等基本法、単独世帯の増加、子供の貧困、人口推移と高齢化率、 そして、ヤングケアラーという、この5つのジャンルでやっていきたいと思います、えー。1番です。犯罪被害者の権利や利益を守る目的で成立した法律は何でしょうかはい、それはですね、犯罪被害者等基本法と言います。えー、この法律が成立したのは何年でしょうかはい、2004年ですね。えー、2番です。 この法律の犯罪被害者等に関する基本理念を3つ答えましょう。1番です。尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。2つ目が、施策は事情に応じて適切に講じられるものとする。 で、三つ目が、必要な支援等は途切れることなく受けることができるよう講ぜられるものとする。え、この三つがですね、え、犯罪被害者等に関する基本理念となります。ちょっと押さえておいてください。三番です。犯罪被害者等基本法における様々な施策は何に基づいて行われているでしょうかはい。犯罪被害者等基本計画。 ですね。この基本計画にあ基づいて施策は行われている。ですね。4番です。これまでに実施された施策を3つ答えましょう。はい。1つが、刑事司法における被害者参加制度。2つ目が、犯罪被害者等のカウンセリング費用の公費負担制度。 で、三つ目が、地方自治体における犯罪被害者支援窓口の設置ですね。え、この三つが、ま、実施された施策、まあ、代表的なものですか、になります。え、これも押さえておいてください。えー、五番です。えー、単独世帯の増加について、ここからですね、単独世帯のことです。単独世帯、えー、世帯主が一人の世帯の増加は、何が影響と言われているでしょうか二つ答えましょう。 はい。えー、一つが未婚率の増加。で、もう一つが核家族化ですね。この二つが、えー、まあ、単独世帯の増加の影響と言われております。では、えー、2040年には単独世帯の割合はどうなると予想されるでしょうかはい。約40%に達すると予想されております。まあ、結構多いですよね。 え、世帯主が一人の世帯が約40%になる。それが、まあ2040年であろうということですね。6番です。単独世帯は特に何歳以上の単独世帯の増加が顕著でしょうかはい。65歳以上の単独世帯の数の増加が顕著と言われております。では、単独世帯の増加は何を高める とされているでしょうかはい。社会的孤独のリスクを高めるということですね。えー、7番です、えー。子供の貧困について。こっからは子供の貧困についてです、えー。現在、日本では子供が貧困状態にあるのは何人に1人と言われているでしょうかはい。7人に1人と言われております。結構多いですよね。割合としては。 では、毎日の衣食獣にことかく状況とは異なるんですが、経済的困窮を背景にどんな状況に置かれてしまう傾向にあるでしょうか二つ答えましょう。はい、一つがですね、教育や体験の機会の欠乏。二つ目が、地域や社会からの孤立ですね。こういった状況に置かれてしまう。 ということですね。これ押さえておいてください。8番です。日本の子供の貧困率は今 OECD 加盟国の中でどの水準でしょうかはい。最悪の水準ですね。これちょっと押さえておいてくださいね。えー、では、子供の相対的貧困率は1980年代から上昇傾向なんですが、2019年では何パーセントとなっているでしょうか はい、13.5%ですね、えー。このですね、相対的貧困率の数字、13.5%が2019年ですが、えー、数字の問題出るとですね、この13.5というのが出ると思いますので、十、えー、2019年13.5%相対的貧困率、これ押さえておいてくださいね。9番です。日本政府が行う子どもの貧困対策は何というものがあるでしょうか はい。子供の未来応援プロジェクトという、まあ、計画というか、まあ、施策があるんですね。では、このプロジェクトには4つの柱があります。答えましょう。はい。1つが教育支援。2つ目が経済支援。3つ目が生活支援。で、4つ目が就労支援ですね。この4つの柱が、えー、子ど子供未来応援プロジェクトにはあるということですね。 10番です。人口推移と高齢化率。ここからですね、えー、人口推移、高齢化率に行きます。日本の総人口は、令和元年、2019年で1億2617万人となっています。では、65歳以上人口は約何万人でしょうかはい、3589万人いるんですね。では、総人口に占める割合。 高齢化率は何パーセントでしょうかはい、28.4%なんですね。えー、このあたりの数字ですね、えー。総人口に占める割合、高齢化率は28.4%が、えー、2019年のことですね。これ押さえておいてください。11番です。令和元年2019年で75歳以上人口は 1849万人で、えー、総人口に占める割合は何パーセントでしょうかはい、14.7%となります。でですね、これちょっと注目なんですけれども、65歳から74歳人口を上回っているんですね。えー、ですから75歳以上人口かなり多いということは把握しておいてください。 えー、2019年で75歳以上人口は総人口に占める割合14.7%。これもちょっと押さえておいてくださいね。では、15歳から64歳人口は、令和元年2019年には7507万人となりまして、総人口の何となっているでしょうかはい、59.5%。まあ、ほぼ60%ですね。となって で、います。これ15から64歳人口ですね。12番です。令和11年、2029年に人口1億2000万人を下回った後も減少を続け、令和35年、2053年には約何万人となるでしょうかはい、1億人を割って9924万人となる。ですね。 えー、ここですね。ちょ、ちょっとポイントなんですけれども、2029年には、えー、1億2000万人を下回るんですね。ここが、ま、一つのポイント。で、令和35年。まあ、令和35年まであるかどうかなんですが、2053年には、1億人を割るんですね。これも覚えておいてください。そして、9924万人となるということですね。では、令和47年、2065年には、 約何万人になると推計されているでしょうかはい。8808万人ですね。え、このあたりですね。2029年と2053年と2065年ですね。この年、この年の数字はね、ちょっと押さえておいてください。13番です。ヤングケアラーについて。こっからヤングケアラーについてやっていきます。 ヤングケアラーとはどういった子供のことを言うでしょうかはい、えー、法令上の定義はないんですが、一般に本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているような子供のことですね。ヤングケアラー問題というのは結構最近ですね、あのー、よく言われておりますのでね、出る可能性かなり高いです。あのー、押さえておいてください。 14番です。ヤングケアラーの問題点を3つ答えましょう。はい、1つがですね、学業に時間を割くことができず、学力への影響の懸念。で、2つ目が、部活動や友達と遊ぶ時間が奪われ、交友関係が築けず、孤独を感じる子供が出る。ですね。で、3つ目が、家にこもる時間が増えれば、体力や健康への不安も出る。 という、この三つの問題点があります。まあ、こういった問題が、まあ、若い世代に出るということは、やっぱりその、若い世代が大人になっていくんですね。そういった時にもっともっと大きな問題が出てくる。それが、あの、今言われております。はい、えー、今回ですね、試験直前特集、品質、時事問題ということで動画を作っています。えー、試験ではですね、時事問題は必ず出ます。 で、最近の傾向として、時事問題の割合も多くなっています。えー、今回は、えー、品質の時事問題を、えー、厳選して整理しております。まあ、5つのカテゴリーで、えー、厳選しております。 かなりですね、出る可能性高いものばかり集めております。えー、若者の貧困問題であったり、人口推移の問題、まあ、犯罪被害者の問題、よくですね、メディア等でも言われておりますのでね、えー、出る可能性高いと思います、えー。何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流し、ながら聞きで OK ですので、えー、朝の時間、通勤、通学の時間、えー、細切れの隙間時間を活用して何度も聞いて試験に備えてください。 はい、えー、社会福祉の講義動画まだまだ出していきますのでよろしくお願いします。以上です。